ウディガスリー、ウッドロー・ウィルソンがスリー、ウッドロー・ウィルソン、ウディガスリー、1912年7月14日から1967年10月3日は、アメリカ合衆国のフォーク歌手、作詞家、作曲家。14歳の時に家族が離散し、大恐慌の時代に放浪生活を送る。その放浪の中で、貧困や差別などに翻弄される労働者らの感情を歌にして、演奏した。 ボブ・ディランに多大な影響を与えた、オクラホマ州オケマーに生まれる。名前は、同年の選挙で大統領に選出された、ウッドロー・ウィルソンの名にちなんで付けられた。14歳の時、母親が死去し、一家は離散し17歳だった。彼は、アメリカ中を一時雇いの労働者として放浪。バーや労働者のストライキの時の組合の集会などに、関わって小金を稼いだ。 19歳の時にテキサスへ行ったが、そこで彼は最初の妻、メアリー・ジェニングスと出会って結婚し、3人の子供たちを儲ける。しかし彼はダストボール時代の到来とともに、カリフォルニアに移住するオクラホマ囚人の,の後に、従ってテキサスに彼の家族を残して旅立った。これらの若い時期の旅行で見た貧困は、後の彼の作品に大いに影響を与え、 彼の歌の多くが、労働者階級が直面する状態に取材している。ガスリーは、生涯の社会主義者かつ、労働組合活動家であり、デイリーワーカー氏、人民世界史に常設コラム、ウディセズを執筆した。1930年代中頃に、ガスリーは、ラジオパートナーであった、マクシーン、左利きのルー・クリスマンと共に、商業ベースのヒルビリー音楽と、 伝統的なフォークミュージックの放送演者として、サンゼルス及びカリフォルニアにおいて、名声を得た。ポピュリスト志向のニューディール民主党員によって、所有されていた商業的ラジオ放送局、KFVD に出演する一方で、ガスリーは、後にダストボールバラードにまで昇華することになる、若干のプロテストソングを書き演奏し始めた。1935年から1937年まで、 カリフォルニアでフォークソングや反体制ソングなどでラジオの人気歌手となり1939年から1940年にかけてニューヨークに移り住み左翼とフォークミュージック界に受け入れられた。また彼は彼の最初であろう本物のレコーディングを行った。これは数時間の会話と歌およびアルバムダストボールバラードからなるものでアメリカ議会図書館に勤務する 音楽学者、アラン・ロマックスが録音し、ニュージャージー州カムデンのビクターレコードに収められた。彼は自助伝、バウンド・フォー・グローリーを書き始め、1943年に完成し出版された。1940年に、ガスリーは彼の最も有名な歌、我が祖国を書いたが、これは一部は彼の放浪中の経験、また一部はアーヴィング・バーリンの歌、 神をアメリカを祝福した前、ゴッドバラスアメリカに対する反発によってインスパイアされたものである。ガスリーはバーリンの歌が非現実的で自己満足的であると剣をし、ケイト・スミスがラジオでそれを歌うのを聞くことがも嫌であった。このメロディーは1930年頃にカントリー、ブルーグラスのグループ、ザ・カーターファミリーによって歌われ最もよく知られたゴスペル。 世界が燃える時に基づいていた。ガスリーは最後の不死で階級の不平等を完全と主張した彼の反資本主義感が丸出しであるが、この不死は後のレコーディングに省かれていることが多い。ガスリー自身も時々省いていたようである。1941年5月にガスリーは内務省とボネビル電力管理局から コロンビア川及び連邦ダムの建物に関する歌を書くことを移植された。このうち最も知られているのはロール・オン・コロンビアとグランド・クーリー・ダムである。1941年、ピート・シーガーやその他の人たちと共にアルマナック・シンガーズを立ち上げる。ガスリーは元来、オルマナック・シンガーズと一緒に反戦の歌を書き歌ったが、結局は彼らは彼らが関係した。 共産主義的な周辺人物と共に反ファシスト運動に参加した。ガスリーは彼のギターに有名なスローガン、この機械はファシストを死なせると書いた。彼は米国の小船隊に加入し、そこで仲間のフォークシンガー、シスコ・ヒューストンと共に徴用に着いた。その後米国の陸軍にも入った。ただし入営は1945年5月8日で、 直接の戦闘には携わっていない。1944年にガスリーはフォークウェイズレコードのモーゼスモーアッシュに出会い、続く数年間はそこで我が祖国をはじめとする何百もの作品を録音した。彼は1942年にに休婚し始め、そして1945年に陸軍の死下の間に彼女と結婚した。彼らは コニーアイランドのマーメイド通りの家に引っ越して四人の子供たちと住んだ。四人の子供のうちの一人キャシーは四歳で火災で死んだが、このことは彼の重度の鬱病の原因になった。ガスリーの息子のは彼自身が有名なシンガーソングライターになった。この期間にガスリーは同様のコレクション、母と子のための好きになる歌を書き録音した。これらには、 アーロが9歳の時に書かれた歌、おやすみなさい、リトルアーロ、おやすみなさい、リトルダディンを含む。同時に、ガスリーはまだ時事問題の歌を書いていた。1948年のカリフォルニア州、オークランドからメキシコに追放される28人のメキシコ人農場労働者を運んでいる飛行機の墜落事故は、死、終われ人、ロスガトスの飛行機事故をインスパイアした。この死は10年後に、 マーティン・ホフマンによって曲が付けられ、この歌はそれ以来ピート・シーガー、ボブ・ディラン、ザ・バード、ドリー・パートン及び、ウディの息子のアーロ・ガスリーのような奏者によってカバーされた。同時期に、やはり移民の出稼ぎ労働者の闘争に共鳴して、実りの牧場が書かれた。1940年代後半には、ガスリーの健康は悪化し始めた。そして、ハンチントン病の兆候を示して、 彼の行動は非常に不規則になった。彼は彼の家族を捨て、ランブリン・ジャック・エリオットと一緒にカリフォルニアに旅行して、そこで三度目の結婚をして、もう一人の子供を設けた後、最終的にニューヨークに戻った。彼はアルコール使用障害と統合失調症を含む、主治の病気と模診の繰り返しの後、1 9 5四年についにハンチントン病、ハンティントン、 SDGs と診断される。ハンチントン病は遺伝性の神経障害であり、ガスリーには母方の家系から遺伝されたものと思われる。病状は途中好転した時期もあるが、入退院を繰り返し、1967年10月密日クイーンズのクリードムーア精神病院で亡くなった。ガスリーは3回結婚しており、その妻との間に何人かの子供がいるが、その一人は幼少期に、 悲劇的な死に見舞われている。子供たちの中でも比較的知られているのは、やはり歌手としてのキャリアを成したアーロで、1947年の生まれである。ガスリーの死までに彼の作品は新しい聴衆によって発見され、その一部はボブ・ディランを通して紹介されていた。ディランはガスリーの人生の最後の年に彼を訪問して、彼を私の最後の映画と描写した。 あとにディランは5ページの3時、ウディガスリーについての最後の考えを書き、そして彼の最初の同盟のアルバム、1962に、ウディに捧げる歌を入れた。1964年に、フィル・オックスのデビューアルバム、オール・ザ・ニュース・ザ・ツ・フィット・ s シング、歌うに適するすべてのニュースに収録されたガスリーの、次元と同盟の歌、バウン・フォー・グローリー、栄光への途上は、 ガスリーへの賛辞と一層論争の的になっている、特に社会主義的なガスリーの歌詞を忘れることをより、好んだ近代的な聴衆の間に広がるオサム主義と無知に対する批判を含んだ。1967年にウディの妻マージョリー・ガスリーは支援を受けてハンチントン病と戦うための委員会を設立し、それは後にアメリカハンチントン病協会になった。 1995年に、ウディの娘のノラは、英国の歌手ビリー・ブラックに、彼女の父親が晩年に書いていた歌詞をレコーディングすることについて話を持ちかけた。ブラックは、ニューヨーク市のウディがーアーカイブにおいて、歌詞を研究した後に、バンド・ウィルコと共に40のトラックを記録した。これらの一部が、1998年のアルバム、マーメイド通り・ドーリと2000年の、マーメイド通り・ドーリ。 第二巻で発表された。これらのアルバムはウディがマージョリーや家族と一緒に住んだコニーアイランドの2から名前を取った。彼女は同じくガスリーの未完成の歌の一つ、君が再び歌うのが聞こえるの詞を使って歌を書くことをジャニス・イアンに話を持ちかけた。イアンはガスリーの歌詞を若干変え、彼女自身の歌詞もいくらか加えた上で、この歌のために ガスリーのスタイルで音楽を書いた。この歌は彼女の2004年のアルバムビリーの異界で発表された。ノラ・ガスリーは同じくパンクバンドアンタイ・フラッグをアーカイブに招いた。その後彼らはポスト・ウォー・ブレイコートをカバーした。またディスマシン・キルズ・ファシスツと呼ばれる歌を書いた。これらの努力はガスリーの音楽に新しい聴衆とファンをもたらした。 ドロップキックマーフィーは彼らの2003年のアルバムブラックアウトの中で今夜は10日完成と題をつけ彼の未発表の歌をカバーをした。はじめに多くの議論があったけれどもガスリーの名誉を称える像は彼の故郷オケマーのメインストリートにある記念公園に立っている。またオケマーでは昨年夏に彼の業績を記念して ウディガスリーフォークフェスティバルが開催されている。それは彼の姉妹メアリー城エジモンによって設立されたウディガリー連盟によって取材されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。